私は殺した、私自身を。幾度繰り返そうともなれないのはきっと罪悪感を感じているからだ。嘘、何これ、 CM？ ちょ、消えないんだけど。コロシアム始まっちゃう。あ、消えた？よし、
上も下も右も左もない。あらゆる場所は本で埋め尽くされている。この世界の名はライブラリー。悲鳴が聞こえる、嗚咽が聞こえる、嘲笑が聞こえる。何ここ、ここが欲望シアター。あなたの人生最後の場所をお芝居で振り返ります。いい加減にして、もうここから出して。もうすぐ大変ですよ。あなたが今見たらすぐに来たら、それが証明される最高の賞です。大丈夫、あなたは何も悪くないでしょ。おい、始まりますね。スマホ
人はあなたです。なんでこんなことまで。そりゃもうリサーチには余念ありません。ねえ、いつまでスマホいじってる気。おや、何か出てきましたよ。今やらないといけないことそれじゃないでしょうね。ちょっと、なんで無視するの。返事くらい。分かったから、ちょっと待ってよ。分かってないからのんきにゲームなんてしてるんでしょ。進路相談表いつ書くのよ。あんたの将来でしょうね。気に入らないとすぐ黙るのやめてくれる。なんか言いたいことあるなら言いなさいよ。ねえ。まるで分かり合えてないですね。ちゃんと話し合おうとしてました。何度も話そうとしたけど、怒るばっかりで何も聞いてくれない。そういう話が通じない相手にはどうするべきなんでしょうかね。え、答えられないですか。では、こういうのはどうでしょう。管理者権限により導入エラー解除、長官表現は1号、アルパージン、インボード開始。
なんて、いくらでもたまにはいますが、あまりルーザー様に防御素通りするのが固まってお見せしたくないんですので。何の話をしてる。とにかくその子は渡してもらう。おやおや、そんなもので私たちをどうにかできるとでも。何これ。ドンタジャマが入りましたね。門前門前、続きを見ていきましょう。これって…あいつ今日休み？すまんねえ、せっかく綺麗に飾ってやったのに。空気読めねえよな。てかちょっとやりすぎた。いやいやいや、こんなの遊びだから。このぐらいリアクション芸で受け止めないと。この先私関係ないし。ですよね。そんなあなたにお扱いのテストをお呼びしましょう。召喚状態起動、キャラクターリポート開始。リポート。またそれ。このキャラクターもご存知ですよね。茨姫、その欲望は睡眠。現実を見たくないから目を閉じて寝てしまおう。そんなあなたの美しい姿なのです。さて、どうなるか見てみましょう。いい加減にして、私もう付き合っている。え、何これ。手間をかけさせないでくださいね。そこでおとなしく見ててください。ふざけんな、死んだらシャレにならねえじゃん。俺らは別に遊んでただけだしな。そうそう、まあでもあいつ、いいやつだったよ。わかる、それな。っていうか、あいつのせいじゃね。そうだそうだ、お前のせいだ。お前のせいだ、お前のせいだ。死ねばよかったのに。おやおや、ターゲットが変わってしまいましたね。やはり見て見ぬふりは限界があるのかもしれませんね。当たり前だ。また読んでないのが来ましたね。さっきから見ていれば、なんだこの悪趣味な寸劇は。なんだよお前、関係ねえだろ。ほう、人形のくせに自分の言葉で喋るのか。うん、一旦見届けましょうか。面白い、聞かせてもらおうか。こんなのただの遊びだよ。では遊びで人を殺したというのだな。いや、あいつだってちょっと楽しそうにしてたよ。そう作ろうしかないからな。カバーは今度は俺がやられるんだよ。加害者が被害者の顔をするな。でもあいつでもじゃない。だってじゃない。弱者を虐げていい理由など存在しない。貴様らは悪だ、悪だ。そこで見ているあなたも同罪だ。いつまであなたは傍観し。うるさいな、ちっとも寝られないじゃない。よく自分だけが正しいって思えるね、事情も知らずに。相手をねじ伏せるのは本当は楽しいんでしょ。何を言うか、何もしないあなたよりはマシだ。あなたは寝ていたいのではない、寝たふりをしていたいだけなのだ。光を照らせば影ができる。あなたにもこんな格好があったんですね。
何をした？何を企んでいる？さて、アミスさん、少しは参考になりましたか？さっきから何が言いたいのかまるでわからない。っていうか、これは何なの？これを見て何て思えばいいの？ふむ、じゃあ次の思考を変えますか。エンターテインメントです。アリス、もうおしまいにしよう。もうこれ以上君を傷つけたくない。君はまだ若い、僕よりもっとふさわしい相手がいるはずだ。飽きちゃったそうです。また見つけたいならやっぱり封じないと。今のあなたはあのマネキンと変わりません。じゃあまた呼びますね。さて次は誰が来るかな。あっ、ここはあちゃ、よりによってここでこの体は外れですね。まあいいや、ダメ元で聞いてみましょう。弟にお住まいの DA からの質問です。年上のセックスパートナーから飽きられてしまいました。どうしたらいいですか？アドバイスをお願いします。アドバイスと言われてもな、僕子供だし。まあ、つまんねえ答え。あなた、何しに来たんですか？何しにって。もういいから立ってなさい。で、立ってなさい。はい。そこじゃねえです。もっと走れ。はい。彼の欲望は依存。これもまたあなたの心の仕事なのです。もっと走れ。はい。もっとそこ。はい。気をつけ。はい。ご覧なさい、とにかく見されてむしろ安心して彼の顔。自分で考えずに済んでほっとしてるのです。それがたとえ不快なものでも。あ、いいや、別のやつを呼んで。はい。召喚プログラム起動、キャラクター入場と開始、実行。ここは。あら、あ、どうも。彼女の欲望は何でしたっけ？セックスとかじゃない。じゃあ、それでいいです。カブの姫さん。はい。実はですね、あ、もう説明がめんどくさい。ということで、あのマグロ JK に大人のテクニックを教えてやってほしいんです。これを相手にですか？そうです、そうです。ぜひぜひ。そこのチビにはできない大人の意見をお願いします、うん、なるほど。あら、なんだかこれ気持ちいい。そしたらまあ、そうですね。まずは優しく。殿方のにします。なるほど。それから？あとはもうお好みで。例えば、火をすると。なるほど。ああ、すごいですよ。見てください、アリスさん。これがあなたです。あなたの本当の姿です。そんな。そんなわけあるでしょう。知らない。やめて。もうお願い。
私のせいなの？いい加減にしてくれ！アリス、君がそんなことをするなんて見損なったよ！何これ？ねえ、これ本当にただのお芝居なの？先生に何をしたの？お母さんは無事なの？その質問に答えるなら簡単ですが、その答えが真実か、どうやって確かめるつもりですか？そもそもただのお芝居なら本当に安心なんですか？ただのゲーム、ただのお芝居だったら、あなただってただの肉の塊でしょ。こんなとこに呼び出して何の用？簡潔に言います。鬼滅の欲望、シンデレラさん。女房の欲望、ブレイテルさん。この人は今、生きるか死ぬか、自分で決められずにいます。ぜひ、アドバイスをお願いします。では、まずシンデレラさんから。ああ？知らないね。死にたい奴は勝手に死ねばいい。なんなら、私が手伝ってやろうか？有意義なアドバイス、ありがとうございます。ブレイテルさんはいかがですか？兄様さえいれば私は何でもいい。はい、ありがとうございます。とまあ、これで分かったでしょう。自分の運命を他人に委ねたところでこんなものです。いい加減目を覚ましてください。あなた、いつまで安泊のつもりでいるんですか？ここはあなたのステージですよ。私は客席で見ていたはずじゃ。そうやってずっと他人事で見ていたから、こんな神様になったんですよ。あなたたちなんかに何がわかるの？わかりますよ。キャラクター図を通してずっとあなたを見てきたのですから。家庭という束縛を憎んでいたあなたも、暴力的な言葉で両親を傷つけていたあなたも、自分だけの正義の言葉で同級生を傷つけていたあなたも、睡眠を貪るように現状を傍観し続けたあなたも、比較的なまでに自分の大切にできなかったあなたも、いつも誰かに依存していたあなたも、本当の卑劣なあなたも、私のせいだ。ええ、めっちゃ怖かった。好きにやらせてよ。で、私ばっかり、こんな傷が悪くないしねばいい。世界のまでに、その通りです。ただし、その世界を作ったのはあなたです。こんな世界、滅んでしまえばいいのに。万歳！万歳！万歳！その言葉が聞きたかったのです。その絶望が必要だったのです。さあ行きましょう。欲望のままに全てを壊すのです。そう、すべて、あなたも、我々も、世界も。なんだいその声、聞いたことないね。お前ら、本当に疑心と暗鬼か？おや、まだいたんですか？撃ちたければどうぞ、撃つだけ無駄です。うわ、本当に撃った！まったく、無駄だって言ってるのに。ん？うわっ、なんで？ちょっと、勝手に人のもの使わないでくれます？はあ、何か嗅ぎつけたようですね。いいです、一度出直しますよ。でも、その子は必ず取り戻します。それまで大切に預かっててくださいね。兄様、嫌な予感がします。で、これは一体何なんだい？その話は一旦後だ。今は急いでこの場を離れよう。あっ！
見せたいものがある。あなたのいた世界だ。どうしてこんなひどいことに。あなたが世界に絶望した、その結果がこれだ。どういうことですか。まあそう言われてもわからないだろうな。私だってまだ混乱している。まさか我々がこんな小さな機械でつながっているなんて。なんですかそれ。奴らの居場所を探ったら出てきた。こちらの世界の技術だ。おそらく奴らはこの技術を使っていたんだろう。あとは彼女の方が詳しい。もしもし、こちらダーシーです。お、無事にそちらの世界に転送できたようですね。やはり私の仮説は正しかった。ライブラリは上位概念世界である。これは世界を揺るが。おい、分かるように説明してくれる。おお、そうですか。ではこう言いましょう。我々がよく知るライブラリという世界は、今皆さんが目にしている世界、現実世界と接続する上位概念世界です。ライブラリは複数の平行世界をつなぐ重要な交差点ですから、強固なプロテクトが施されています。そのライブラリに対して唯一の突破口たりうる存在、そちらの女性がそうです。私。はーい、あなたです。この世界の欲望は限りなく膨張し続け、今や8キレンばかり。その欲望に最も絶望する存在、それがあなた。膨張した欲望のエネルギーをあなたを媒介にしてライブラリに流し込む。するとライブラリは崩壊し、平行世界群全てが断絶してしまう。それが疑心と暗鬼の目論み。断絶するとどうなるんですか。社会も家族も恋人も記憶も夢も過去も未来も全部吹き飛んでリセットされます。まあそれも面白そうですよね。ふざけるな。そんなこと許せるはずがないだろう。いや、もうすでにライブラリでは崩壊の前兆現象が起きようと。あ、どうやら映像がつなげそうです。百聞は一見にしかず。こちらの様子をお送りしますよ。おお、来た。ちょっと待ってくださいね。ご覧ください、このありさま。ところでダメな時はダメなんだし、パーッと明るく世界の終わりをお伝えしてみましたけど、やっぱり怖いですね、世界の終わりって。そんなこと急に言われても私にどうしろって言うんですか。答えは簡単だよ。真実と向き合い、そこから希望を見出すこと。無理です、絶対無理。ううん、大丈夫、私は知ってる。え、ここに
多くの仲間たちとの思い出が描かれている。あなたは私たちのことをずっと見守っていてくれたんだね。でもそれはただのゲームですよ。だから何？あなたはずっと私だったんでしょ？私なんだから。なんだ？何か来る？一緒にいてあげないとダメなの。お留守番してるから行って。わかった。かぐや姫、ここは私が守る。他のみんなを導いてやってくれ。あらあら、正義の味方みたいなセリフ、とってもお似合いですけれど、あなたにそれはさせられませんわ。ここは私が守ります。かぐや姫、あのまとまりのない連中を導いてあげてください。それはあなたにしかできません。独善的なあなたにしか。おい、何してる？あいつらを止めるんだろ。わかった、必ず戻る。待っていてくれ。そういうことにしておきましょう。じゃあ少
少し頑張りましょうか。世界接続完了まであと7分。世界接続完了まであと7分。どうやらたどり着いたみたいですね。イバラ姫さん、起きてますか？寝れるわけないでしょ。キリがないわね、これ。私なんか疲れてきちゃったわ。そっか。チャーチャー、みんなでもおやすみなさいにしよう。そうね。危険だ。一旦戻れ。大丈夫ですよ。僕、遊びはすっごく得意なのです。まったく遊びじゃないぞ。
る。二人はどうにかして上に登る。そんなこと言われても。はい、残念、もう進めません。世界接続完了まであと3分。このままでは。どうしよう。そうだよね。僕たちがやるしかないんだ、うん、よし、やるぞ。やるんだ。グレーテルさん、お前らじゃない。
まう。あとは託す。あの子を、世界を救ってくれ。Yeah!
れない。やめろ、やめろ。だとしてもそれを決めるのはお前たちじゃない。時が動き出した。でもその方向はまだ決まっていない。あなたが望めば過去に戻ることも、このまま未来に進むこともできる。過去に戻って全てなかったことにするか、全てを受け入れて未来に進むか、あとはあなたの意思だけ。あなたはどうする？あなたは何がしたい？誰かじゃない、あなたが決めて。全国的に快晴です。カラッとした空気で気持ちよく過ごすことができます。ごちそうさま。はい、お皿は流しに置いておいてね。はい。もう一人の私は未来へ進むことを選んだらしい。消滅しようとしていた私たちにも再び命が与えられた。ライブラリは日常を取り戻し、それぞれの願いを叶えるためのそれぞれの物語は紡がれ続ける。もしいつかまたどこかであなたと出会えたら、あなたの話を聞かせてほしい。あなたの、あなただけの物語を。
なんでお前らがここにいるんだよ。世界を滅ぼそうとしやがったくせに。あれは無数にいる石原の一組が暴走しただけです。そんな些細なことはさておき、スノーリスがサービス終了しちゃったんですよ。お前らがもっとエロい衣装をちゃんちゃんしてればこんなことにはならなかったのです。写真はお前らのせいです。あくまでは我々は18人ゲームとして奇跡の復活を目指します。とりあえずこれがデコの衣装です。さすがにエロゲーにはならないと思います。多分ね、リスジック。